ガス用ポリエチレン管埋設工事 EF 次手ガス用ポリエチレン管は軽量で可動性を有し腐食しない材料として1970年前後から欧米で本格的に採用された。日本では1979年3月に実規格が制定され1982年11月にガス事業法の技術基準に 低圧ガス道管の材料として新たに規定、ガス事業者にも正式に導入された。現在、ガス協会では、管路の耐震化をポリエチレン化率として指標としており、耐震化の代名詞になっている。不当沈下や地震に対して高い信頼性を有し、1995年の阪神・淡路大震災の時、低圧ガス管の被害は、 主に小口径のネジ配管の接続部や建物への導入部に数多く見られたが、ポリエチレン管の場合、地震により地盤変異が生じた場所にも埋設されていたが、被害は見られなかった。この時を契機に使用量が急増した。ガス管用としては、1960年代にアメリカで使われ始め、日本での採用は1970年代後半からで、ある。 1993年の串郎沖地震、1995年の阪神淡路大震災においてガス用ポリエチレン管の被害が皆無であったことより高い評価を得て以後採用が急増した。ガス用ポリエチレン管は中密度ポリエチレンで接合は一般的に有着接合である。中密度ポリエチレンは1960年代に開発され、 1970年代にアメリカ、イギリス、フランスなどでガス管としての普及が進んだ。日本ではやや遅れて1980年代より普及が始まった。ガス用ポリエチレン管は1998年にそれまでの緑色から世界標準の黄色に変更されている。日本では EF 工法の導入時に大阪ガスと東京ガスの大手ガス会社2社が中心となって、 それぞれが管、次手メーカー、工具メーカーとグループを組み、開発が進められた。開発当時には3タイプの誘着システムが、開発された。大阪ガスと管材メーカーの三井石油化学工業、三菱樹脂、石水化学工業、一メーカーのレッキス工業、松坂鉄工所、大工精密による MMS 方式グループ。MMS は、管材、 メーカー社名のローマ字が頭文字を取っている。ポリエチレン溶融条件を温度により決定するコントローラーシステムを主としている。東京ガスと関材メーカーの日立金属によるシステムはポリエチレンを溶融部膨張圧力で制御するコントローラーシステムである。そして、久保田日本交換によるイノガス方式である。阪神淡路大震災時に東京ガスグループが 復旧支援に駆けつけたが、コントローラー方式の違いにより所持してきた機器が使用できない問題が顕著となった。その後、コントローラーが共用できるシステムとして、バーコード方式の EF コントローラーが開発された。ガス用、ポリエチレン管の接合方法は、基本的には、誘着となっている。ポリエチレン管の融着には、ヒートフュージョン接合とエレクトルフュージョン接合の二つの、 方法がある。使用するポリエチレン管、継手等は、ガス用、ポリエチレン管等推奨表示制度実施要領に、定められた推奨マークの付された管、継手並びに、HF 管誘着器及び、e、EF コントローラーを用いて行う。季節管連絡の場合及び、ポリエチレン管以外の管との接合の場合は、メカニカル継手または、トランジション継手を使用する。EF 接合は、 エレクトルフュージョン継手がメーカーごとに誘着システムが異なり EF コントローラーに互換性がないことが問題であった。その解決方法としてバーコード制御方式という継手に添付したバーコードラベルに記載された誘着条件に従って作動するメーカー間の互換性と思考情報の追跡性を向上させたバーコード式エレクトルフュージョンシステムが開発された。 ポリエチレン管継ぎ手はヒートフュージョン継ぎ手エレクトルフュージョン継ぎおよびスピゴット継ぎ手に大別される。ガス管でカルテルの疑いでコートリーが密位価格など発射に立ち入り検査に入った。ガス会社が使うガス供給用のポリエチレン管や継ぎ手など配管部材の販売をめぐり大手メーカーが違法な価格カルテルを結んでいた疑いがあるとして 厚生取引委員会は14日、独占禁止法違反容疑で、三井化学や三菱樹脂など、計発社に一斉に立ち入り検査に入った。他に立ち入りを受けたのは、日立金属、日本中鉄管、富士加工、積水化学工業、久保田 CI、共生。久保田 CI は、2005年4月に、久保田合成館事業部と CI 火星観光機材、事業部の合併会社である。 2006年11月14日日本経済新聞有刊という事件が起きている。阪神淡路大震災の被災は地震動による被害だけでなく、その後の火災によるものも大きく、その大きな原因が都市ガスの感度被害が起因の火災であった。より高度な耐震化へ求められるライフラインの耐震性能マイナス1。久保タグローバルインデックス。 ナチュラルディザスターズ株式会社クボタ2012年3月14日閲覧プラスチックス配管材料最近の動向三菱化学三菱樹脂グループの建築土木プラント設備2012年3月14日閲覧1北尾光一ほか NKK 井ガス式 EF 次手 NKK 技法第153号日本港館 1996年、26から31ページ、一瞬0915から0536、ネイド400億475万3887、1ハットパリテック下水道用、ポリエチレン管、継い協会。ありがとうございます。